HGM4-461 号機、古河オーバーアルプ鉄道塗装、原型、アンデルマット駅、1983年古河、山岳上気鉄道で観光列車を牽引する、HGM4-4 型、全消灯改造、指揮装、測、消音器変更後、マッターホルン・オッタルド鉄道塗装、2013年前、消灯改造、指揮装。 消音器変更後の HGM4、4型、マッターホルンゴッタルド鉄道塗装、ブリーク駅、2009年マッターホルンゴッタルド鉄道、ハジア4、4型ディーゼル機関車は、スイス南部の私鉄であるマッターホルンゴッタルド鉄道の、山岳鉄道用ラック式の電気式ディーゼル機関車で、同鉄道の前身であるフルカオーバーアルプ鉄道が、導入した機体である。2003年に、 ブリークフィスプツエルマット鉄道ブリックビスプツェルマットバーンと合併してマッターホルンゴッタルド鉄道となる以前の古川オーバーアルプ鉄道の本線は1940から42年に交流1万 1000V16、2、3V での電化がなされていたが工事列車や除雪列車などの事業用として従来のラック式蒸気機関車である HG3、4型蒸気機関車の3、4、5 15機の4機が引き続いて使用されていた。特に、1982年に古カベーストンネルが開業するまでは、標高2431メートルの古カ峠を、全長1874メートル、標高最大2162メートルの古カトンネルで超える区間は豪雪、なだれた初地帯であり、10月半ばから翌6月初めまでの冬期は、 オーバーバルトレアルプ間を運休して、河川や一部橋梁を撤去し、春にはこれらや損傷した軌道の復旧及び除雪を行っていたため多くの工事列車が必要となっていた。しかし、1960年代にはこれらの蒸気、機関車は老朽化が進んでおり、その代替として計画された電気式ディーゼル機関車が HGM4、4型である。また、 当時の古川オーバーアルプ鉄道の本線は沿線に大きな都市や観光地がなく全長約 100km の路線であったが1960年代でもハジア4、4i 型電気機関車7機とアブダに4型電車4機が列車を牽引して運行されており1917年にシェレネン鉄道として開業し後の百六十一年には古河オーバーアルプ鉄道に統合された シェレネン線は、ハジアに、二軽電気機関車4機とアブザに、4型電車1機とが牽引する列車で、主に運行されていたが、いずれも輸送力の増強が必要な状況であり、本形式が事業用としてのみならず多客機や、運休機関前後で河川の撤去された、古河峠越え区間などでは、通常の旅客列車、貨物列車を牽引することも想定されており、HG3、 4型の入船できない最急勾配179パーミルのシェルネン船でも運航ができるよう計画されていた。スイスにおけるディーゼル機関車は入れ替え用トラクターやドイツ等からの輸入機を除くと大型機から10トン程度の小型機に至るまでほとんどが液体式ではなく電気式となっており本形式も電気式で計画をされると同時に同じ1000ミリメートル機関で フルカオーバーアルプ鉄道とは、ディセンティス、ミュースターで接続するレーティッシュ鉄道が導入を計画していた JM4、4型ディーゼル、電気兼用機関車と共通設計することとし、車体、機関及び発電機等が共通品で、外観も同一、電気機器、ラック式台車などが専用品となっている。レーティッシュ鉄道の JM4、4型は、本形式と同じく除雪列車や、 工事列車用として残存していた蒸気機関車の代替を目的としていたほか、交流 11000V16 に 3Hz の同鉄道本線系統と直流線ボルトのベルニナ線の直通運転も想定して直流区間では電気機関車として運転される機体であり、古かオーバーアルプ鉄道の HGM4、4型とは設計要件が似通っていたものである。 このような経緯で製造された本形式の SLM 製版は、GEM4、4型の4588、4589に対して4632及び4633であり、ラック式台車と駆動装置を装備して1時間定格出力7 7 0ット、原因力 220kN を発揮し、最大勾配179パーミルで60トンの、 列車を、牽引可能な性能を有する、落ク式電気式ディーゼル機関車となっている。なお、車体、機械部分、台車の製造を、SLM 及び、レイコ、電気部分、手電動機の製造を BBC および魔法が、担当しており、それぞれの基盤と SLM 製版製造所、製造年は、下記の通りである。HGM4。 4型とともに除雪列車で使用されるズラット E4934 号車アンデルマット駅2013年 HGM44 型とともに除雪列車で使用されるズラット E4932 号車ディセンティス・ミュースター駅ありがとうございます